はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回ね、合体ザマス使ってナマズ君を倒していこうかなと。神対ナマズ、どっちが強いか見せてやりましょう。左から1突1突、2G2G2突2突、フレンド2突です。やっていきます。まあそうだな、うまいこと全属性ガード働かせれれば多分いけるんだけど、相手威圧があるからそれが超めんどくせえな。ほんまに超めんどくせえから、それをどうあがいていくかだね、ポイントは。でここはしっかりと頑張っていきたいよね。どこでも頑張るけど、どっちがいいんだろうね。これあかんねえ、こっちだね。ただ打てないので、まあそれはお約束です。耐属性多いです、ちなみに。うん、地と耐のハイブリッドだね。ハイブリッドでもないけど。さあナマズくんよ、俺に勝てるかな。いいか、力で今回はね、しっかりと GT コンビを連れてってるから頑張っていきたいよね。 GT コンビでもね、ベジトラと相性悪いんですよね。どっちかっていうとゴッドコンビの方が相性いいから、まあ、GT はね賞味悩んだ。連れてこようか。でもなんかちげえなと思った。うわ、そこで打ってくるかい。やめろやめろ、やめてけ。いったー、めっちゃ食らった。出た出た、これですよこれですよこれですよ。これがね本当にいやらしいんですよ。ほんまにもうこいつほんまに許せれねえマジふざけてるこいつの能力だけは。どうしようかな。まあ打つか、打っとけ打っとけ。この入れ替えフッカーっていうのがねマジでね結構きついんですよ。でしかもさ、必殺封じをさこの GT コンビにやられるとさマジできついの、本当に鬼きつい。だからそのブロリーとイーシーどっちが辛いかっていうと、俺はイーシーの方が辛い。あのイーシーはブロリーは火力バカだけど、イーシーはマジではめ殺しだもん。いっちゃんきついわマジで、絶対許さねえかな。さあ入れ替えなきゃいけないか、これは。そうだね、入れ替えよう。もうええって、もうふざけんなマジで。お前はマジでふざけんなよ。絶対心いったれ、絶対心ぶちかましたよ。まあ絶対許すなこいつマジで腹立ってくるよなこいつ。行って食らう、絶対許さんぞ。神の雷を食らえ。ちょっと OK ナイス。あ、これアタックっていうか入んだ、よいしょ。 OKOK、 まあこっちにベジトラ来るからそれは別にいいんだけどよ。厳しい戦いになってきたぜ、まったくよ。 HP73 も多いっすね、今気づいたら今気づいたら多いわ。で今回ちゃっかりポタラ連れてってるから、もちろんね気力、ザマスの方は気力はまあまあ割かしいいかなと思う。決めてくれ頼むわ。お前が先頭じゃないとちょっと厳しい、さすがに。でこっちだね、絶対こっちの方がいい。なんでかっていうと次あれなんですよ、バーサス、力属性だから、ここで耐属性固めしちゃうと間違いなく俺は死ぬ。龍拳爆発ジェイ、オッケー、もう一発ぶちかませてって、絶対許すわこんなやつはい、オッケー。で次が力っすね、ここっすね、こっからっすね。もう入れ替えやめてよ。オッケー、これケツにザマスの方がいいかな、怖いもんな。
そうだね、ケツ玉でいこう。ケツ玉からのケツ玉で。オッケーオッケー、チョイスだ、どうぞ。打てる。まあ、ご飯がどれぐらい、ダメージカットもあるしトランクスもいるからそんなに食らわんと思うけど、どうだろう、勝てえなお前。オッケーオッケーオッケー、3発打ってくれたのありがたいね。オッケー、打ってこず。ケツだねこれ、ケツ臭いね。そい、最悪最悪、俺の指が外れた。めっちゃ痛いんだけど、神様助けてくれ神様。でも一発守れるかなこれ、ダメージカットあるとはいえ。おお、守れる、素晴らしい神様。でポタラっちゃうぜ、絶対許すなこんなやつ。神様さすがだね、さすがだった。オッケーオッケー、順番ロックはなし、それだけでもストレスフリーだわ。うわこれ打ちてえな。あでもこっちかな、さすがに火だめが怖いからさ、こっちでいきますわ。これでいきます。さあ521万で、ベジットはダメージカットがあるから、まあ、下手こいても死ぬことはないと思う。オッケー、素晴らしい、最高のショーだと思わんかね、ムスカ大佐バイムスカ。これ真ん中打ってきそうだな。でこいつわりかし連続攻撃に振ってるんだけど、どうだろう。オッケー、いいね、ナイス回心。はい、ナイス回心は出ず。回心が出るとベジットソードの周りが赤くなるんで分かりますね。最悪、マジでさ、いらんとこにピンポイントで打ってくるの君。ちょっとちょっと痛かったぞお前、なんか嫌いだ、絶対許すわ。スピッツ、OK、残り2本 2.5。 こんなに早くフュージョンとポタロを使わせるとはね。いい度胸しとるやないかい。俺も子供が行っても良さそうだな。ただ気玉、問題は気玉、超打てるかどうかが問題で。あーでもこれどうだろうな、ご飯、ご飯な、ご飯の方が守れるといえば守れるんだよね。さすがに3回目はねえわ。さすがにこれピンポイントで狙ってきたら俺怒んで。あ、超打てんかったな、ごめん、間違えた。そうだ、ご飯のリンクがいいからゴジータに切り替えると超必殺技打てなくなっちゃうんだ。まあいいや、全然いいや。オッケー、まあでもそこまでこいつ硬くねえからさ、一気に蹴りつけていきたいとこなんだけど。ナイス回避、ナイス回避。さあもうだいぶ仕上がってるぜこっちも。もう打ってこんでえで、ほんまに3連単はきついぜ。 OK、 やつを使ってこないんだったらこっちのものだ。
ちょっとザマスは残そう。ベジットの効果が切れるっていうのもあるんで、そうベジットのダメージカットの効果が切れるんで、まあここでザマスと入れ替えてもいいかもね。ストイ、たまらん、たまらんけど倒せるか。 OK ナイス。で次はまた地属性なんで絶対許すな。来いよナマズ。ここで威圧とかされたら最悪だけどね。ぶっ倒すけどね、リンクが悪いんですよね。これはね、しゃあないわ。リンク問題で。こっちの方がいいかな。いやでもこっち残したいんよな。ただ残したとこであんまりうまみはそんなに。まあまあでもいいか。ベジータトランクスで火力を出すよりは守りっていう意味ではいいかもしれないな。こっち行こうか。悩んだけどねこれ。ただゴジータの二次キラも取った時のその気力プラスを考えるとやっぱゴジータに取らせるからちょっと悩む。まあ、確かにゴジータ4の二次キラ取った時の恩恵でけえけど、こっちからすな。で真ん中で言ってくれるんだよね俺の予想だと。気のせいか。まあ、とりあえず宇宙の果てまで飛んでいけー。どう OK なんですよ。アクションこれ。さあみんな大好きカメハメハ、地球に向けてダーン。たまらん火力。このアクションブレイクで必殺技潰せれたらできるんだけどな。で今はまだこいつ回避性能ついてるからめっちゃ痛いんだけど。あー痛い。おーそうだそんなんだったわ、思い出した。やべえちょっと待って今慌ててる俺。人間を舐めるなよ。吹き飛べ！オッケー、いい火力。いい火力だがまだ足りない。で、多分ケツにカウントダウンが飛んでくるから、それに備えて俺がやるべきことはご飯が打てなかったっていうことだ。ちょっとまずいこれ。普通にミスった。あ、でもドッカンモード入るわ。で確定回収あるからどうだろうな。確定回収ドッカンモード超必殺技。あ、一回ミスった。これで相手吹き飛ぶか。2ゲージは吹き飛ぶと考えて3ゲージは厳しいと思うぜ。できるか。一応育ててるもんなこいつ。そうこいつはしっかり上昇はさせたけどダーン。全然もうちょいもうちょい頑張れ。あー頑張ってほしかった。ちょっとまずい、だいぶまずいかも。1.4 万くらう。1追撃、絶対追撃。なあ違うってバカチン違うって。来るよ来るよ来るよ。濃縮された飴玉が全然大丈夫やったわ。俺に吹き飛ばしてやろう。
ダーン、気持ちいい。さよならなまずくん。さあ貴様はもうこれで終わりだ。ザマスでキリをつけたかったが、まあしゃあない。でもまあなまずくんあれだね、ノーアイテムでいけるね。ブロリーの時とは違って、まあでも相手がもうほんまにどこで順番ロックとか必殺封じとかアホなことをやってくるから、クラは、まあ、それめちゃくちゃ打たれた場合にはもうアイテム使わなきゃいけないけど、あ、こうやって序盤だけ打ってきた場合だったら全然いけるね。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。神 VS ナマズくんね、ノンアイテムでいかさせてもらいました。まあ普通に神ちゃん強えわ全然使える。うん、合体ザマス全然ぶっ刺さるから全然連れてっていいと思います。だからまあそうだね、まあ、今回はこういったメンツでやらさせてもらったんですけど、 GT は賞味変えてもよかったから、どうだろうな、なんとも言えんな。てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。